都の城市ウェルネス交流プラザは宮崎県都の城市に存在する多目的ホールである。2004年5月オープン。周辺には都の城市立図書館や BTV などが存在する。中心市街地の賑わいを創出するために様々な市民グループが集い、交わり、楽しむ舞台として都の城市が整備したもので市民活動を呼び、 街づくりネットワークを構築する交流拠点としての活用を目指す施設となっている。特徴のある屋根は音響に配慮したホールであることから楽器のハープと都の上司の地場特産品である大球をイメージしたデザインとなっている。会議や研修だけでなく稼働壁を動かすことにより書画や池花な,などの展示会など多目的に使用できる空間となっている。 相性の、茶切り茶切りとは、地場産品のお茶と、都の常盆地特有の霧深い気候に由来する。席数293席というコンパクトな空間となっており、ステージに立つ者と観客が一体感を肌身で感じることができる。音響反射板を設置した時の音の響きは秀逸。また、座席も広めに取ってあり、ゆったりと感激できる設計となっている。 イタリア語の音楽イコールムジカと都の城地域の方言かわいいイコールムジーという表現が小さなホールをうまく表現していることから相性が付けられた。有料ホール100選に選ばれている。ありがとうございます。